吉谷さん、ありがとうございます。まあ、向き不向きというテーマでお話した時にもつながるんですけども、プレイヤーとして優秀なのか、まあ、監督として優秀なのかっていうのは、まあ、野球でもねよく違うよって言われてますよね。名プレイヤーは名監督になるかどうかわからないっていうふうな言葉があったと思うんですけども、まあ、そういうところあるでしょうね。つまりは向き不向きっていうのは別にないわけじゃないけども、でもその程度の差なんでしょうね。まあ、一応指導はできるけどもそんなにやりたくないな、それだったら自分でコツコツ自分のことやってる方がいいよみたいなね。まさに堀江さんの話を出すんだったらね、堀江さんって質問したら そんな意味あるんですか、目をこうやってパチパチしたらそんな意味あるんですか、そんな意味あるんですかっていう風なサポートしかできないんですよ。でも吉田さん、人生とは何ですかって言ったら、ガナニさんはね確認って言ってたよね、いや僕もそれも結構納得するんだけどみたいな感じで、なんかね5分10分なり30分40分なりとくとくと話していって、聞いてる人はそれなりに細かく丁寧に返信してくれたってことにものすごくね満足すると思うんですよ。充実すると思うしね。まあそこの差があるんじゃないですかね。堀江さんに質問して、そして堀江さんの素っ気ない返事でいろんなものを展開する人には向いてると思うんですけども、言葉しか取られられない人、まあほとんどの人だと思いますけど、そういう人は、なんか堀江さんこんなこと言われたよ、なんかムカつくね、3万払ってさ、せっかく質問何でもいいよとか何でもしてみたら、あれはねえだろうよ、ふざけんなよ、なんだよ、一気に嫌いになったよ、かもしれませんよね。だから向き不向きってのは誰がどの方向に向いてるかっていうことなのかなと思うんですよ。まあですんでね、今回吉谷さんが堀江さんに質問をして、多分結局は向き合ってたと思うんですよ。それはコミュニケーションが成立したと思うんですよね。それはどちらかが解釈を広げて展開する力があればそれもできたし、多分堀江さんがそういう風なね、そんなこと意味あるんですかって聞くことによって、なんでふざけんなで終わる人と、こういうことなんじゃないかなっていう風に話して、それを聞いた私とかがこうじゃないですかみたいな感じで、そこでも膨らんでるわけですよね、ストーリーが。で、そういった膨らませられる人とか再発信できる人にとってみたら、堀江さんがどんな態度を取ろうが全部肥やしになると思うんですけども、そもそも咀嚼できない人に対して何か意味あるんですかって言ったら本当に意味がなくなって終わりみたいなね、もしかしたらムカついてファンを減らして終わりみたいなことがあるかもしれないですよね。さらにはなんで堀江さんあんなこと言ったのかな、堀江さんの脳の中身を覗いてみたいな、じゃあメールマガジンも撮るかみたいなアクションに落ちるかもしれないというふうな、さまざまな向く向かない向き不向きの方向があるのかなと思いますね。私もね自分でね FX の今回講義をしようかな、コンテンツをね作ろうかなと思ったのは何かっていうと、このサポート力はおそらく FX の実力を身につけた時には2つが融合するんではないかなと、最もいいところにね。だから FX すごいレベルの高い人は人のサポートなんてそもそもバカバカしくてしてられないから、サポート力を鍛えるなんてこと全然ね興味がないわけですよ。それこそねお金もらったら終わりってなる可能性が高いんですよね。だから優秀な FX のプレイヤーってのは無理にねなんかコンテンツ販売すると詐欺師扱いされて、そもそもねあいつ儲かってねえんじゃないかみたいなことをね勘ぐられたりするわけですよ。でもサポートすごく細かくやれば、少なくともコンサルの先生がね、メンターがね、稼いでようが稼いでまいがぶっちゃけ関係なくなって、自分の力をつけてくれるかどうかってところにものすごく自分の風向きを向けることができると思うんですよ。で、講師ってのは教えることが上手ですから、その中の一つにはその気にさせるってのもあるんじゃないかなと思うんですよ。あ、誰々さんがいつも見てくれてるんだったら安心だ、よし頑張ろうみたいな感じですよね。それっていうのは、例えば私がね速稼塾を始めたばかりの頃、困ったことがあったら六本木ヒルズに聞きに行けばいいやみたいな、そういったバックボーンが抱えられているっていうところの安心感に向いてるかもしれません。まあ、FX っていうのはそもそも基礎を覚えて、その覚えたことを確認するためにトレーニングして、あとは精神力を身につけて、高いレートでもビビらないようにするっていう、その繰り返しだと思うんでね。それを見せ続けることが最大のサポートになると思いますし、私はだからねこれ FX を通じて人生の共有をしたいと思って思ってるんですよ。 FX で稼いだお金でお互いに自由にね、自分の人生を謳歌するところ、全部原資は FX ですよっていうところをよりどころにしたいなと思うわけですよね。今現実お金を出し合って何かするにしても、みんなそれぞれ違う稼ぎ方なんですよね。だから出せる金額と出せない金額にばらつきが出ちゃうんですよ。でも、まあ、究極 FX で自由にお金が出せるようになると、
じゃあみんな10万持って集合って言ったら、はいどうぞみたいな感じで、それこそジュースを買うような気持ちで10万出しちゃうみたいなこともできたりとかね。じゃあ1週間ちょっとみんなで会おうかって言ったら、1週間ポンと出せるみたいなね。そんな感じになれば、なんか素晴らしい中高年ストーリーが送れるのかなと思ったりですよね。まあ、会う会わないの会うで、今回はメッセージを取りまとめさせてもらいました。合ってますか？似合ってますか？